年越しの準備に関する話題をお伝えします。世田谷区の千田湯堀公園にある古民家で今日恒例のすす払いが行われました。長さ3メートルほどの笹ぼうきで1年かけてたまったすすやほこりが落とされていきます。今日のすす払いには朝から職員やボランティアおよそ40人が集まり、手分けして掃除が進められました。かやぶき屋根のこの民家は明治初期の世田谷にあった地主の家を移築したもので、当時の暮らしぶりを今に伝える機織り機などが丁寧に磨き上げられていきました。すす払いを終えた民家では27日に正月飾りの門松が立てられ、新年を迎える準備が整うということです。